いやちゃよっ、ライジョンです。ということで今日もやっていくんですけど、今日はね、ペッカのラムライダーをねやっていきたいと思います。すごいですね、ペッカラムなんですけど、ちょっと前にね、ゴーストの枠がタルババで、あとね、なんだっけな、このトリトンの枠がね、ユーノのやつがね、大流行中の大流行してたんですけど、タルババが弱くなって、ちょっとね、あのペッカラムの、このタルババの枠がいなくなってから、ペッカラムがね、全くいなくなったんですけど、今ね、ちょっとバルーンとか増えてる関係で、あとね、ベビーメガが増えてるんですね。だからポイズンとかよりも、ライトリングがね、非常に多く採用されています。ということでね、ペッカラム、で今あるテンプレが、この方と、あとここがね、ゴースの枠が、ダクプリ、これはお好みですね。であとベビドラの枠が、マジアチャ、これもお好みという感じで、まあトリトンは必須ですね。まあ、持ってなかったら言うのでもっていう感じでね、まあ、そんな感じなのでやっていきたいと思います。まあね、ペッカラム形を作ってライトニングを打ってご利用していくみたいな、ペッカ工場とかよりも結構ね、単体で工場とかね、ペッカ工場投げることがあるんですけど、ラムはね、まあ投げる時もあるけど、あんまりね、あの単体でラムを投げるとかそういうのはね、あんまないかなっていう感じですね。で、理由としては、あのラム単体だと別に抑えやすいっていうだし、なんだろうな、やっぱ何かと組み合わせる方が強いんですよね、ラムは。なんで、トリトンこの辺に出していき、よいしょ、はい、強い、もう終わり。これでね、グッドゲームなんですよ。よいしょ。で、これトリトン引っ張って、ちょっと、もうね、これ終わりなんです。相手ね、これ、これ守れるくねって思うじゃないですか、相手がこの形を。もうね、素晴らしくね、素晴らしく、もう相手ね、エリクサないです、今。もうゼロです、今。ここにね、あんだけエリクサを使ってゼロなので、ここに雪玉とかも打っていき、手札を回してね。また相手はケツからね、ペッカを出したいと思うので、はい、という感じでね、大ダメージです。今ね、理由なんでこんなに入ったのってね、思う人いると思うんですけど、まあ、今、ペッカとエレキで形を作り、相手はね、あの、ペッカをスタンさせてたので、俺のペッカがね、長く生きた、のと、あとはね、相手の、ここに出したエレキをね、トリトンで引っ張れた。で、その後に、エレキを潰した後にね、あの、ペッカをね、トリトンで引っ張ったので、トリトンのスローと、トリトンダメージ、ペッカのダメージ、エレキのダメージで、相当有利が取れたっていう感じですね。ファイ。では、これは、いや、これでも、後ろからでいいな。そう、端前行きすぎるとね、あれなんですよ、ペッカとかにちょっとね、エレキが近くなっちゃうので、エレキのね、良さがあまりね、出せないかなと。いう感じなので、よいしょ。まあ、ユーノから処理していき、あとね、ユーノ処理した後にトリトンがね、引っ張ってくれるよ、という感じでなっております。はい。で、こっち、ラブでね、こうやって寄せてあげて、あとはエレキはぶん殴って、まあ、グッドゲームという感じですね。はい。で、ここは、まあ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 、ちょっと抑えられちゃってるけど、ペッカを出して、でワンチャン逆サイ工場ユーノぐらいが来るので、はい。行きますね、そりゃ。ここに、よいしょ、ゴースを出してあげて、範囲で叩いていく。で、こっちラムですね。で、こっちにもトリトンとかをね、出してあげて、いい感じにイチャイチャしていきたいと思います。よいしょ。わ、相手何出してきても見えねえな。ペッカか。まあまあそんな感じで、結構ね、やっぱトリトンあるなしじゃね、結構こうやって差がついちゃうんですよね。今の環境、悲しいことに、ウルトラレア環境になってしまったという感じで、まあね、トリトンなくてもいいけど、てかね、なくてもいいっていうのはね、そうなんですよ。別になくてもいいんですけど、相手が持っている場合にめちゃくちゃ不利になるっていうね。そう、相手も持ってなかったら別に変わらないんですけど、っていうね、ところですね。別に、ああ、俺のトロとあやまトリトンいないよって人は別に無理にトリトン入れなくても、レベル1のトリトンよりもレベルね、3ぐらいの英雄のとかをね、使ってあげればなと思います。あ、今あれか。一番低いレベル9か。はい。で、ラムを出してタゲを取っていき、ベビドラで。で、なるほどね。マスケか、めんどくさいな。俺マスケ嫌いなんですよね。なぜなら強いから。マスケはね、強いんですよ。ちょっとあいつあんま好きじゃないんですけどね。これキング起動できるかちょっと危ういので、ここら辺に引っ張って、マスケ
ごと処理したいと思います。でこれ早めにねゴースト投げて、多分スケーとかコウモリとかしかないと思うんで、ね、構えてあげて、おや、ほうほうほう、よいしょよいしょ、ワンチャンマスケは来るので、よいしょ、えー来たー、これは来た、マスケバルキリーかな。でもバルキリーは、はい、このマスケバルキリー本当だったらねこの形ちょっとだるいんですよ、なんですけどトリトニアで勝利ですね。でまあこれは、まあ、マスケからなので、ね、大ダメージ、ああ雪玉打ってよかったな、これしくったしくったしくった、えちょ待って実況してる場合じゃない俺、痛いけど、よいしょ、でこれで、コウモリにね雪を打っちゃうだけで終わりですね。よいしょ、このねスケとかもねちゃんとトリトンがね処理してくれるんですね。ペッカとなんかめっちゃイチャイチャしてるけど、トリトン全く働いてねえし、まあまあまあこのくらい、よいしょ、まあこれまたな、まあそうですね、これでもう一回、あこれトリトンでキングギドしちゃえばいいかな、よいしょ、ヒュッ、はいキングギドで、ケツペッカですね。で、これ、キング起動したら、相手はね、そう、クエイクなんですよ、やっぱり。なんで、ここはね、入れてあげて、逆にね、発撃を入れてあげて、あとでこの、ペッカベビドラの形を作って、めちゃくちゃにするっていう感じですね。で、これ、はい。ライトニング打って、マスケを処理という感じで、で、トリトン出して、引っ張ってあげて、相手はね、こっちにクエイクを打たなきゃいけないんでね、左に。なんで、打たないと相手は負けるんですけど、まあ、打ってもね、もう一本折れちゃって、GG という感じでね、めちゃくちゃね、見てもらえたらわかるんですけどね、パワーがあるデッキになってます。本当にね、形を作ったら、ほぼ確定で折れるぐらいの、パワーがありますね。今みたいにその小型呪文しかない。見てもらえればわかるんですけど、ロケットとかね、ファイボ、ポイズン、ライトニング、そういう呪文が入ってない、こういうね、小型呪文だけのデッキもあるんですけど、そういう時にはね、もうペッカ、ゴースト、トリトン、ベビドラ、エレキ、ラブ全部つけちゃいましょう。そしたら勝手に折れてるんで、ね。まあ、そんな感じですね。結構、ペッカ工場とかね、ペッカラブの中ではね、簡単な方なんじゃないかなと思いますね。やっぱトリトンがいるだけでね、ちょっとあの、形の強さがね、ちゃんとペッカの後ろにつけたら、だいたい3エリ分以上のね、働きをしてくれるので。で、だけど、トリトンね、つける、注意としては、さっきみたいにコウモリとかね、あとインドラ、そこら辺に、空対策用のね、まあ、エレキがいないときに、ペッカトリトンで橋を渡っちゃったときに、そのね、インドラだけで処理されるとか、コウモリだけで処理されるとかね、そういうことがあるんで、そういうことはちょっと避けたいなっていう感じですね。はい、ということで、ダックプラーですね。ダックプラーってことはもうペッカ組んじゃっていいですね。このね、ペッカトリトンの形が強い。で、行ったそばから、すいません、俺行ったそばからね、あれなんですけど。その形組んじゃってるっていうね。いやーハンター近づけちゃう、お前あかんでしょ、大丈夫か、危ない、危なし危なし、いや一発入る、ハンター切ったのでラム出しちゃいますと、よいしょ、はい、まあダックプリだけだね、で言うのもあったから30しかなって感じですね。なのでロイフグとかがワンチャンここで飛んでくるかもしれない、はいエレキ出します、うえお前なんで、でもってここはどうだろうな、いやーわかんねー、何デッキかわかんない、スケラかな、ワンチャンスケラも視野に入れつつですね、30でした、はいじゃあこれペッカ出しちゃいます、で、これですね。アイゴリ逆サイ釣りされないためにトリトンつけておきます。これ大事。一番大事まである。うこれいい。これいい。ういで、後から、ゴースト当ててあげて、よいしょ。一印がね、これ今見てください。タワーを、1体がタワーで、1体がゴーストに向くようにやると、めちゃくちゃゴーストが半分ぐらい残るし、カウンターできるし、タワーもね、そんなダメージ食らわないという感じで、三印にはね、この形がいいです。なので今みたいに先に形を作っちゃってね。はい、やっぱロイフが言った通り。
もうね、すべて僕の言った通りなんですよ。やばい、死ぬ。え、死ぬくね、死ぬくね、死ぬくね。でも大丈夫、でも大丈夫。あ、やばい、これやばい。はい、危ない、だるいな。うわ、めんどくせえ。これしかも1体離れるやつやん。あ、やばい、これミスった、ごめんなさい。土下座したい俺今。これさ、あれなんだよな、多分今のどうせ守れないから1本許容して、よいしょ、やるべきだったな。これあれだな、でもこれどうせハンター出てくるんで、よいしょ、これでだいぶダメージ入る。ビッグサイター、まあここは鉄三重士が来ますね。よいしょ、なので鉄ペッカしてあげて、エレキつけ、エレキつけのライトニングでいいだ。で、ここら辺にトリトン出して、ゴースだけ。よいしょ。おいおいおい、お前、引っ張り引っ張り引っ張り。お前、何し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 、お前。お前、お前、お前、お前。やばい、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 やばい。あ、でも、エレキで形を作れ。あー、でもトリトンがあっち行ってるから、アイゴレでこうやって逆サイ誘導されちゃっているので。よいしょ、オッケー。このトリトンがマジで強いんだよな。で、これ、ユーノとか来るんで、よいしょ。やばい、なんでやねん、なんでやねん、もったいないよ、マジで何やってんの、マジで、ほんとに。ラムぐらいで勘弁してあげればよかったな。もったいねえ。もう一戦いきます。やばい、鼻水がね、やばいんすよ、俺さ。てか、ポンスみんな、もう韓国来てからね、鼻水ずっとズルズルいってる。マジでやばい。まあ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 。で、初手は、雪玉を投げるか、ゴースト投げるか、3コース以下ですね。が一番良い。スケバレとオーダー、クローンかメガナイトスケバレかって感じですね。おそらくは。あー、まだわかんない。どっちにも入る。あー、メガナイトスケバレかな、この感じは。で、ラムを出してあげ、やばい。全然俺が知ってるやつじゃなかった。で、これ、タゲがラムに変わり、しかも ラムがね、数発殴って、これあれなんですよ。いい感じにね。やばいやばいやばい。全然いい感じじゃねえ。あれ、コース一発で死ぬよな、さすがに。死ぬような。うら！キムヤな風に言ってみたけど。クソもんなかった。はい、って感じで、まあ、とりあえずね。はい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 。よいしょ。このトリトン生かしていきます。はい、竹取りました。もうこれ絶対入ります。よいしょ。よいしょ。で、コウモリも切ってたんでね、相手。細かい系がないから、こういうのを防ぐカードはないという感じで、次、ケツジャイがケツスパーキーですね。来るので、待ちたいと思います。おー、違った。エレキ。でもこれで多分スパーキーを合わせてくるのかなっていう感じですね。はい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 。なのでライトニングチョ、はい、やった、やった、もしかしてやったな。はい、やりました。これね、一回竹取ってからじゃないとダメなので、やめてくれ。いやー、でも、これは多分守れないから、やりこぶで囲むぐらいしかない。はいはいはい、オッケーオッケーオッケー。まだいい、まだいい、まだいい。で、こっからですね、ペッカーの強いところは。やべえ、さっきも似たような感じになってるわ。いや、渋。マジですか。でも相手ね、これね、大型呪文ないんですよね。本当はね、もっとね、モリモリでいきたい。モリモリで。はい。まあ、とりあえずね、一周目は流しいので。これ良くないな。ちょ、待って。ちょ、待って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 。おお、ちょ、すごい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 。
すごいすごいすごい。どうせジャイウケだからな、これ。よいしょ。はいはいはい。めっちゃベビードラカーブした。オッケー、とりあえずね、これでいいんじゃないのかなって感じ。はいはいはい。了解了解。これエイムが、俺のスーパーのエイムが試される。オッケー、これで、エレキも延命し、オッケーオッケー。で、トリトン引っ張りのおダメ。からのですよ、からの。先送り。先送りからの。ベビドラ、どうせ陸。オッケー、来た。これスパーキー出せないと思うんで、鋭利的に。オッケーオッケーオッケー。出せない出せない。これは出せない。オッケー、延命する。いいよ。あ、ライト圏内。来ました。ありがとうございます。やっぱ俺ですね。この時代は。オッケー。ってことでですね。まあこんな感じ。ちょっと2戦目負けちゃったんですけど、三重市に。最初めっちゃいい感じだったのにね、終盤めくられるっていうね、俺あるあるしちゃったんですけど、まあ、こんな感じでね、まあ、今、若干ペッカラムが戻ってきてます。なので、まあ、トリトンですね、ペッカラムはもともと、ペッカとラムの形を作り、ライトニングを作るっていうね、まあ、ライトニングを打って、まあ、通していくっていうね、そういうデッキのコンセプトだったんですけど、それにね、トリトンが加わり、まあ、また、より一層ね、強くなるという感じで、まあ、そんな感じのね、デッキになってきました。はい。ではね、今日はね、ちょっとね、動画上がるの遅くなっちゃったんですけど、申し訳ないですけど、またね、毎週以降頑張っていくのでね、もしよければ、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ということで、今日は終わります。バイバイ。